面接で行ったら 99% 落ちる言葉。この5つはみんな言ってしまうので、高学歴だとしても落とされます。逆にこれを使わずに正しい言い方をするだけで、ほぼ採用されます。5位、参考になります。4位、御社は第一志望ではありません。じゃあ採用しても無駄やんって思われます。3位、なるほど、おっしゃる通りですに言い換えましょう。2位、わかりました。最後はみんな悩むことですが、何か質問ありますかに対しての1位、質問ありません。誰でも使える逆質問テンプレの2つをコメント欄に書いています。